既存の 2D 3D プロセスへ、価値を付加このセッションでは日本造船業界の強みのいくつかについて SSI 視点で見ていきます。これらそれぞれの強みを見ていきながら他の市場の造船会社がどのように改善策を講じてギャップを埋めるのかについて話し合います。そして他の造船所が投資を行い改善を進めているいくつかの領域について検討していきます。 次に日本の造船会社がなぜ同じ領域に投資することができなかったのかを見ていきます。最後に SSI が日本の造船会社が他の造船会社とのリードを維持できると考えているアプローチについて見ていきます。それではまず日本の造船業界について見てみましょう。世界中の誰もが知る日本の造船会社とは最高品質の船を作る 他のどこよりも迅速に必ず期日通りに納品される最先端の技術で最も革新的な新デザインを設計し構築するこれらは世界の造船業界に知られている真実ですここでこれらの領域をもう少し詳しく見ていきましょう私たちが学んだことによれば日本の造船会社は以下に挙げるような方法によって高品質の船の建造を可能にしています 世界最高ののエンンジニアリングプロセスの実現日本の造船所の生産設計に組み込まれた深さ詳細標準化のレベルは他の市場よりも確実に高いものです他の市場と比較して非常に高いレベルの生産機械と生産自動化の実現この能力はとても確立された 2D プロセスに組み込まれた非常に高度な専門知識に基づいています しかし SSI は他国の造船会社が 3D ソフトウェアを含む技術を使用して品質を向上させているところを見てきています。その技術とは生産工程や機械との高度な統合が可能。技術データのより良い品質管理、確認、管理、検証が可能。これらの変更だけでは韓国と中国の造船会社が 日本の品質を上回ることはできませんしかしこれらは彼らにこれまで通りの低配達コストを保ったまま日本とのギャップを埋めることを可能にしています。私たちが学んだことによれば日本の造船会社は以下に挙げるような方法によってより迅速で期日通りの納品を可能にしています。シリーズ生産のための非常に高度な標準化されたプロセスの実施。 標準化された生産機械および生産プロセスの実施この能力はとても確立された 2D プロセスに組み込まれた非常に高度な専門知識に基づいていますしかし SSI は他国の造船所が以下の方法によって納期を短縮しているところを見てきていますシリーズ生産の効率的な管理を可能にする 3D ソフトウェアの高度なツールの使用 これらの新技術でのみ利用可能なソフトウェアの計画、購入、スケジューリングとの統合を活用。これらの変更だけでは、韓国や中国の造船会社が、日本の造船会社よりも早く船を納品することはできません。しかし、これらは、彼らにこれまでどおりの低配達コストを保ったまま、日本とのギャップを埋めることを可能にしています。私たちが学んだことによれば、日本の造船会社は、 以下に挙げるような方法によって最先端の船舶と技術の提供を可能にしています研究とデザインに多額の投資既存の知識と専門知識の活用この分野における日本のリーダーシップは既存の 2D プロセスとは直接関係していませんしかし既存の知識と専門知識を支えている労働力は退職を間近に控えた年齢層に集中しています 他国のの造船船所がますますす先進の船を提供しているところを見てきてきいますこれは少なくとも部分的には次のような方法が用いられているといえます。生成的な設計や新しいコンセプトの迅速なプロトタイプ作成など最新の船舶設計および建設ソフトウェアのツールの使用専門知識が他の労働者にも習得使用されることを可能にする新しい技術の使用 これらの変更だけでは韓国や中国の造船会社が日本の造船会社よりも高度な船舶を供給することはできません。しかしこれらは彼らにこれまでどおりの低配達コストを保ったまま日本とのギャップを埋めることを可能にしています。たとえこれら全ての改善策を実施したとしても他の市場の造船会社は品質・納入・革新性において 日本の造船会社を上回ることはできないかもし,れませんしかしそれでいいのです。人々が通常日本製の船を購入するのは現在日本船舶の持つ価値がコストを正当化するのに十分であるからです。しかし品質と効率の格差が縮小しているのにかかわらずコストが今のまま維持されれば船舶購入者が日本製品の価値を正当化することは難しくなっていくでしょう。 そこで我々はいくつかの脅威と 3D 設計やエンジニアリングソフトウェアを含むいくつかの最新技術を使用する利点のいくつかを検討しましたこれら利点についてはすでにご存じだと思いますのでここでは軽く触りだけ見てみましょう後に私の同僚がセッションの後半でそれらを紹介します 3D の大きな利点は制作する前に実際制作するものを見て分析できることです船舶を視覚化し 建設工程をアニメーション化し変更の影響を見てすべての株主に何が行われるかを理解してもらえるということはとても大きな利点です。これによって潜在的な問題が設計プロセスの早い段階で認識され対処されるため造船所は製品をより迅速に納品することが可能になります。船の中特に機械用スペースは非常に複雑な構造をしています。すべてのの分野間の矛盾や不一致を 3D で自動的にチェックし、解決する機能はとても重要な利点となります。建設途中に矛盾、不一致が発生してからの変更ではなく、モデルがまだ柔軟である早期、建設を始める前の変更が容易に行える段階に問題を発見し、解決策を講じることを確実にすることによって、より迅速な納品と高品質の船舶、その両方の実現が可能になります。デザインンンとエンジニアリングの 最も時間がかかり問題の多い分野の一つは重重量とと心の管理と制御です。これらの主要特性が初期設計と正確に一致するように管理されていればより高品質の船舶を納品することができます。これらの重量と重心がブロックアセンブリ部品船舶全体のどれに対しても正確に報告されることの信頼性はとても重要です。 持ち上げと回転作業より迅速な納品より高い全体的な船舶の品質を実現することにつながります新しいソフトウェア技術と 3D 製品モデルは最先端の生産プロセスと機械とのより効果的な統合を提供しますウルフロボティックス溶接ロボットを駆動するシップコンストラクター 3D モデルの例を示します SSI やウルフのような新しいテクノロジーは 比較的容易ににに一緒に働くように設計されていますこれらの機械を古いテクノロジーと統合することはかなり多くの労力を要する可能性があります。3D 設計やエンジニアリングソフトウェアなどの新技術が造船活動にもたらす価値は理解されているでしょう。ここで最も重要な疑問は日本の造船はどのようにこれら新技術に移行するのだろうかということです。SSI から見ると 日本の造船会社は現在2つの悪い選択肢から選択を迫られているように思えます既存の 2D プロセスとテクノロジーを維持し可能な限り他の市場をリードして維持していくことこれは日本市場が時間の経過とともに市場シェアを失うことを意味します完全に新しい 3D テクノロジーに投資しながら新しいプラットフォームで可能な限り多くの既存の専門知識と高度なプロセスを習得しようとすること これは少なくとも短期的には日本の造船会社が保証する品質と納期を危険にさらしかなりの初期投資と時間を必要とします。しかしそれらが唯一の選択肢ではない場合はどうでしょうもし既存の 2D プロセスや専門知識の上に 3D の価値の多くを追加することが可能だった場合はどうですかより早くより高い水準で船を出荷することができたら SSI はそれが可能だと信じています。ここでは 今日使用されている典型的なプロセスを非常に簡単に見ていきます。あなたは長年一緒に仕事をしている設計代理店から詳細な図面を受け取ります。これは社外の会社ではなく社内の詳細設計部署かもしれません。これらの図面から生産デザインを作成するとき、ほとんどの場合、異なるソフトウェアが使用され、それらは 2D で行われます。その生産デザインから設計がされます。私たちは 2D 詳細設計から 3D モデルを迅速かつ半自動的に作成する方法をお見せしたいと思いますこの 3D モデルは 3D デザインのレビュー矛盾の検出重量と重心の報告と分析さらに自動プレートネストなどの生産プロセスの運転にも使用できます 3D モデルから学んだことは 2D プロダクションデザインに組み込むことができパッケージ全体の品質を向上させ 以前よりり早いい納品を可能にしまますすありがとうございます私たちがここで提案していることは大きなステップではありません。これはあなたが進んでいくべき道のりの小さなステップであり、非常に迅速な結果をもたらすことができます。この最初のステップを実行すれば、その先の手順はずっと簡単になります。SSI はこのステップを実行するために、一つまたは複数の日本の造船所と協力したいと考えています。私たちは、つまたは複数の日本の造船所と協力したいと考えています。 当社社のののソソフフトトウウェェアアアが、御社が御設計とととエンンジニアリングのために使用すす。る唯一のソフトウェアとはならならいいことを理解しています私たちは必要とされる初期投資額に関して非常に柔軟に対応する準備がありまたその投資に確実に見合った価値を提供することを約束します私たちはまたこのステップを通して成功を確実なものとするために密接に協力していきたいと考えていますお時間を割いていただき ありがとうございます。詳細または会話をご希望の場合は、こちらのリンクをクリックしてください。ありがとうございました。